今日はですね、2017年、8月の26日、19時44分です。何か新しいことを始めようということで、僕はですね、スケートボードを買うことにしました。スケボーをやります。今からね、新宿行ってスケボー買いましょう。もしよかったら、今、延長チケットないんで、花火一発もらえると30分延長できるんで、花火いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いいにゃこはだつー、カオさんもあだつー、あだつー。はい、あだつー、しのぶしん。おー、みなずきさんはだつ、くみたんはだつ、おはよう。おい、よみの歌さんはどつ。お、プーチン久しぶりはどつ。今からスケボー買いに行くよ。歌舞伎町ね、スケボーを買おうと思って、なんか最近退屈だし運動したいなと思ってて、サバゲーの銃買うかスケボー買うかとかいろいろ話してたら、スケボーどうしても欲しくなっちゃって、で今からスケボー買いに行こうかなと思って、生まれて初めてスケボーやります。歌舞伎町というか新宿なんだけど、その後に歌舞伎町で用があるんだ。俺バーに行かないといけなくて、知り合いの。
ね、バーの予定がね、まだ時間あって夜中の12時ぐらいからなんだよ、予定があんのが。1時とか3時とかが本ちゃんだから暇なんだよね。どうしようかなと思ってて、まだ時間相当あるんだよ。3時間ぐらい暇だからプラプラしようかなと思って。トツ待ち？いやいや全然、俺いつでも外配信やってる時リアトツ OK だから。おいミキちゃんいらっしゃい。暇な人がいたらいいんだけどね。キャスバーで時間潰そうかなとか思ってたり、もしくは買ったスケボーを乗り回す配信やるとか。おい今クイーンはどつ、いろいろ考えてる。はい、1名いらっしゃい。武道館募金って何？海さん、なんかやってんの？武道館で。大怪我したら笑うよね、骨折ったりしたらね。はい、おなつさん、風船ありがとう。もしよかったら延長チケットがないんで花火いただけると嬉しいです。ぜひぜひ。30分枠で撮り直すの大変なんで。あ、24時間テレビやってんだ。24時間テレビ、橋本くん思い出すね。橋本くん思い出す。キャスバー行くかもしれない。うん、キャサリン。なんか12時まで、歌舞伎町で予定があるんだけど、12時まで暇なんだ。行くかもしんない。でも、気分屋だから約束できないよ、キャサリン。あ、みんな24時間企画やってんだ。かぶせればよかったね。俺はただスケボーを買うっていうわけのわかんない普通の枠だけど。とりあえずスケボー買おうぜ。1億まだ稼げてないよ、全然届かねえ、全然届かねえ。
青壁のところで全裸おむつ大手になるってやついます。ゆまこんばんは。1000万は届くんじゃないかな。年収1000万はいくんじゃないかな。そうだね、2日ぶりぐらいかな。2日3日ぶり。あ、土曜日だからあれだ、ニュースキンが集まってるね。ニュースキン軍団がいっぱいいる。うわ、なんかおしゃれ。紫色なんだけど何あれ。なんかイベントやってる。紫色の照明でパーティーピーポー。まあ1000万ぐらいいかねえとシャレになんねえよな。もう4年もやってんだもん。ガンガン稼ぎたいよね。なんだろう、コンサートかな。すげえ人いるねえ。紫色で、あ、じゃあニュースキンじゃねえな、これなんだろう。なんかすげえ人いる。女の人ばっかりよ。なんだろう、すごい人だね今日。なんだろう、女の子ばっかり。いい提案。なになに、何のイベントだろうこれ。いや、わかんない。なんかイベントじゃない。若い女の子がいっぱいいるよ。男が全然いないで。あー、ナイトプール。なんだろう、女子ばっかりだね。やってないんだ、ごめんね。 LINE しかやってない。 LINE だけ俺がやってんの。もしよかったら LINE に連絡ちょうだい、百穴銀行さん。LINE、ふわっちのプロフィールに書いてあるんで、LINE ください。後でお返事します。そうそう、ラブラブ。
毛だいぶ生えてきたね。ブロックされてるのにリブって飛ばせんの？ブロックされててリブってどうやって飛ばしてんの？ブロックされたら解放コメント読めないんじゃないの？されてる方は読めるのか、してる方が読めないのか。おい、なすびさん、どうもお久しぶりです。ラムネありがとう。ありがとうございます。リプはなぜか飛ばせんだ。へえ。知らんかったわ。誰かもしよかったら花火いただけると嬉しいです。延長チケットがないため延長ができません。花火よろしくお願いします。さきんちょこんばんは。花火お願いします。あ、そうそう、残り9分だ、やべえ。花火お願いします。もしダメだったら次枠行くんでよろしくお願いします。ぜひフォローしてください。そうだね、だいぶ生えてきたね。暑いな。Wonderful.
せや。関慎吾さんどこいんだろうね。歌舞伎町いんの？ニコニャン先生ね、でもさっき会ったけどコラボはできなそうな雰囲気だったからやめとくよ。さっきコメント書いてくれたんだけど、あんまりウェルカムな感じじゃなかったから。花火ありがとう、円頂戴ありがとうございます。なすびさんサンキュー。60分まで延長無料になりました、ありがとう。ありがとうございます、なすびさん。もう新宿のバーの店、あ、やる、新宿でバーはやるつもりないかな、今のところは。今のところはやる気ない。海宝はだってうちのリスナーだもん、もともと。アイホー全然ヘビーリスナーだよ。うんとね、紫スポーツに行ってスケボー買おうと思ってる。元気だよ、トミオ。元気元気。富雄さんバッチリよ。もう着くよ。和道ファミリーだもんな、海宝。あのね、俺がね、買うね、あのやつはね、ちょっと特殊なやつなんだよね。ちょっと特殊なスケボーなの。サーフィンみたいにやるやつだから。それが本当なら近いはい
たものすべて受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ。そういえばゴッド高田来ないね最近。ガッタ方どこ行ったんだろう。ガッタ方いなくなったね。犬がスケボーやってた。マジで俺結構歩くの好きだよ。タバコ吸おうかな。面白かった。タバコ吸うわ。おー花火ありがとう。なすびさん、あーありがとうございます。え、もう3年も経つの。ありがとう、花火ありがとう。ありがとういろんなことあったからびっくりするでしょ。ね、3年も見てるといろいろ感じるものもあるでしょ。すごいな、3年もぶりだったんだ。見ててくれたんだ。守護霊だね、守護霊。おい、トミオさん、人の枠で人の他人の枠解放の花火あげる話やめて。へこむから解放のところであげればいいじゃん。なんで俺のところで花火あげる話してんの。俺今深刻な花火不足なんだから、デリケートな話だからやめなさいよ。深刻な花火師不足で大変なことになってんだから。ダメだよ、マナーは守ろう、マナーは。別にどこ誰がどこで花火あげようがみんなの勝手だけどさ、へこむっつうの。まあ兄弟だからね、解放は。別に解放にね、解放可愛がるのは全然構わないけど、こっちは今ピリピリしてんだよ、ピリピリ。死活問題だから。
あ、でも解放頑張ってるからね、便所さんにも可愛がられてるし、いろんなコラボ積極的にやってるから嬉しいよね。鼻が高いよ。なすびさんありがとう。今が一番好き。あー、よかったよかった、そう言ってもらえるすげえ嬉しいっす。ありがとう富尾、ピュッピュッ、ありがとう花火。なすびさん、富尾さん、ありがとうございます。ありがとう。あった。ちょ、電波が途切れるかな、エレベーター。電波途切れたらすまん、エレベーター乗ります。すいません、あのスケボー買いに来たんですけど、はい、あのすいません、誰も映さないんで生放送とかでしたらまずいですかね。生放送、はい、ツイキャスとかそういう YouTube みたいなやつなんですけど、自分の方映しながら買い物するところ映したいんですけど、他のお客さんとか一切映さないんで、はい、それ映っちゃうこともありますよね。映っちゃうこと、角度をこうやってれば映らないことは映らないんですけど、もしくは画像を切るか音声だけかとか、はい、他のお客様が万が一映っちゃうと、はい、結構問題になる場合、はい、映らないのと、はい、はい、すいません、ありがとうございます。あの、お電話…スケボー2階にあります。あ、2、はい、スケボー2階で、はいはい、あ、ありがとうございます、はい、先生、何をまず、なんかこう、はい、あれ、YouTube とかそういうやつ、 YouTube とか、そういうスケートボードを買うまでのところを、そうですね、自分の顔を写していたいんですけど、はい、じゃあ映像と音声切ります今、はい、すいません、ありがとうございます。あ、了解です。ちょっと待って、
見える？買ったよ。買いました。じゃあやりに行こうぜ。見える？みんな見えたら教えて。はあ、選ぶの大変だった。ごめん。買いました、買いました。どこでやろうか。ゴジラ前の広場でやる。見えた？どこでやろうかな。どっか公園あっかな、この辺。超重たいんだけど。俺が思ってたより全然重てえわ、これ。めちゃめちゃ重たい。買ったよ。どこでやろう。どっか公園あるかな。なんか新宿でさ、大きめの公園あるかな、できるような。公園行こうぜ、公園。公園どっかあったっけ。買ったよ。限定モデル買った。あのお尻が魚の形になってるやつ買った。重たいこれ。これ色は気に入んなかったんだけど、木が3色になってて削れてるのね、ここで。なんかその紫スポーツ限定モデルなんだって。取っ手がついてるから持ちやすいからこれにした。ここの取っ手の部分が決めて持ちやすい。店内撮影ダメって言われちゃったから、あの切ってたの、映像と音声。どこでやろうか。公園ってどっかあるかな。公園荒野の青い壁のところどこにあるんだろう。ゴジラ前かな。荒野今いんの。行ってみようか。でもさ、ほらスケボーやってる時パソコンが盗まれちゃうかもしれないから、誰かいてもらいたいんだよね。ホーヤいる？青い壁のところ。池上、え、嘘、トムソーヤさんいんの？マジで。こちら前の左横行ってみるわ。九州に向かった。マジで。今夜九州行ったの。ヒカルくんとのコラボかな。見ようぜ。池上さんどこら辺にいんの。超いい匂いすんなここ。早くがっつりスケボー配信やりたいね。
誰かね、リスナーさんがパソコン見てくれるとありがたいんだけど、誰かいっかな。そう、配信やめちゃった池上さん。終わっちゃったんだ。すれ違いだね。ありがとう教えてくれて麻婆さん。説教しないよ別に。日上さん何も説教することないでしょ。ガッツさんいらっしゃい。何ですか。さすが映画の憧れの先輩ですよ。おー、リュウさんいらっしゃい。リョウさんか、リョウさんいらっしゃい。早くやりてえな。早くやりてえな。人が多いな。歌舞伎町の方に公園って誰か知ってる人いる？人があんまりいないような公園。誰か公園知んない？歌舞伎町の公園分かる人いる？人多いね今日土曜日。歌舞伎町2丁目に公園って、2丁目ってどの辺？2丁目ってどの辺だろう。歩いて行けんの？花園神社行かないとない。花園神社の先行くか。じゃあそっち側行くわ。人が多すぎてこんなスケボーやれないよ。練習にならない。歩いていける？ OK。 花園神社の方ね。スケボ買ったの。練習する。スケボ買った。花園神社ってどの辺だろう。
花園神社。スケボーやりに行く。結構広さあるの。結構広さある感じ。YouTuber や言われてる。今ね、区役所の前にいるけど、こっちじゃないの？今区役所通りのところまで来たけど、こっちじゃない。花園神社ってどの辺？区役所の方じゃないの？こっちで合ってるよね。二丁目ってどこだ？中央公園ってどこにあんの？違う、もうこっちに来てんの。花園神社の方だよね。中央公園でやるんだけど、今日用事があるのよ。12時からあのバーでイベントがあるんだよね。イベントのそうスタッフをやるの。それこそ中央公園メッカだもんね。え、嘘。スケボー無理？無理？無理か。無理。中央公園戻った方がいい。無理。暑い。しかし。嘘。マジか。それ困ったな。公園はあるけどスケボーできない。コンクリートがないって感じなの。中央公園戻る。中央公園戻る。みんなどうせならやりたいよね、スケボー買ったやつ。これよかった。スケボーやってるところ見たいっしょ。やってるところ見たい人。ラグがすごいのかな。一回戻ろうかな。中央公園一回戻るわ。中央公園だったらスケボーいっぱいあるから戻るわ。ちょっと30分ぐらい歩くけどねえ、せっかくだから。せっかく買ったのに練習できなかったら意味ないもんね。いや、何にも分かんないで買ってるから。動画見ただけだから。見たいよね、みんなでウェイってやりたいよね。ウッディ買ったよ。限定モデル買った。これで俺もストリートだよ。もうイケカテだから。イケカテ。
紫スポーツとウッディ、ウッディなんだっけこれ、ウッディのコラボ商品買ったよ。重てえ、スケボーってこんな重たいんだね。こんなに重いと思わなかったわ。普通ぐらいの大きさ。ただ店員さんに聞いたらショートでも別に問題なく乗れますよって。サーファーの人が練習するために乗るんでロングが売れてるけど、実際ショートも乗ったんだけど普通だったね。これ当たりなの？買いだったの？これ完璧？スニーカー？スニーカーはオールスターでいいや。そういうストリートファッションがあるんだ。暑い、人多いな。2万円。2万円です。汗ダックダックなんだけど。一回練習して帰って風呂入ったからバーは行くわ。コンバースのオールスター好きなんだよね。重てえこれ、めちゃめちゃ重てえ、めちゃめちゃ重たい。早く公園行ってやりたいな。イーグルって何？ごめん、専門用語は何一つ分かんない。ゆうさんこんばんは。今日はバーはプライベートでよく行きつけの隠れ家のバー、隠れ家的バーですね。僕のセーフハウス、セーフバー。ネックレス？あ、ネックレス無名のブランドだよ。無名のブランド。あっち。めちゃめちゃ暑い。トリックできないよなあちゃん。これかっこいいでしょ。トリックはできないの、俺の買ったのは。最近ニューヨーク、クルーズの板じゃないよ。なんだっけ、名前が出てこない。なんとかウッディ。重てえなこれ、めちゃめちゃ重い。
ライオン広場ではやんないね。そうそう、これ板じゃない、あのトリックする板じゃない。今日2回に YouTuber って言われたな。 YouTuber じゃないのにな、2回も言われたよ。傷つくわ。 YouTube の知名度がすごすぎる。YouTuber って言われるたびに傷つくから。ワドさん、すいません、ごめんなさい。すいません、止めちゃってすいません。いい、ありがとうございます。今日初和道さんいただきました。買ったよ。買った買った。YouTube に上げてんのが似たようなもんやろ。 YouTuber って言おうか、じゃあ今度から。綿菓子ありがとう。熱い、汗止まんねえ。痩せるわこれ。ウッディープレスだっけ、名前合ってる、ウッディープレスで。ウッディープレスじゃなかったかな。そうそう、サーフィンの、そう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 、ウッディープレスだと思う、多分名前。お疲れ様、よろずやさん。もしよかったら皆さん花火お願いします。ウッディープレスだね、ありがとう。ウッディープレスと紫スポーツのコラボ買った。だからそのフィッシュテールって言って魚の尻尾みたいになってるやつ。ウッディープレスで、木の板が何枚もこうカラフルになってて、こう削ってあるところがカラフルになってるやつ、これが一番おすすめって言われて。サーフ SK8 っていうの、刻印入ってるよ、これだけ刻印入ってた。も持つ取っ手があるからこれにしただけなんだけど、カスタムやってもらえるって言ったけどめんどくせえやと思って。なんかすげえ全部の板重たかったので、この持ち手、この指引っ掛けるところがあるやつにした。早く試して、早く波に乗りて。波が呼んでるぜ、波に乗ろうぜみんなで。あっち、滑れるの？生まれて初めてやる。やっくん、ハートありがとう。アイテムください。アイテムお願いします。
こんなところで滑りたいよね。こんなところでこういうところストリートで滑りたくない。まあ、私有地だからダメだけど、なんか動画とかになってるじゃん。いや移動肩は重たいっすわ。肩凝るわ。早く俺は飛び魚のようになりたいよ。飛び魚のようにこのウッディープレスで。ひなこさんいらっしゃい。いや早くやりたいな。なんだろう、子供のおもちゃだよね本当に。エクストリーマーだよね。暑いも汗止まんねえ。ああ早く生きて。イケてるカテゴリーになったから。俺は引きこもりのオタクとは違うんだよ。イケてるストリートボーイだよ。ストリートボーイ、ストリートガイ。人が減ったな。歌舞伎離れたらよかった。さあなんかね、結構難しそうな印象だった。思ってたより曲がる。動画みたいにかっこよく決めるから。眉毛だいぶ前にもう全部剃ったよ。やっとヒゲと眉毛生えてきたね。ああもうダメだ、重い。飲み物欲しいな。パフェありがとう、ヤックン。パフェありがとう。パッ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 パフェありがとう。いや結構重い。なんでこんな重いんだろう。スケボーってこんな重たいんだね。もっと軽いもんだと思ってたわ。こんな重たいの。めちゃめちゃ重たいよ。なんで剃ったのかは YouTube にご覧ください。過去に縛られない性格なんで YouTube に全部載ってます。チャンネル登録よろしくね。のんちゃんに俺の波乗り見せてあげたいぜ。乗っていく？いや、練習してからの方がいいかな。カメラ支えてるから転んだらアウトだから。木すごいね。何枚だろう。8枚。8枚ぐらいプレスしてるね。技やる系のは軽い。これが異常に重たいのかな。結構重いよ、これ。サーフィンは、道具も車もないから無理かな。ああそうなんだ。めっちゃ重いよこれ。魅力はだんだん分かってきた。特命さん
そう、ハマるまで珍味みたいなもんだから、最初は臭くて嫌いって言ってるけど、だん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 味が出てくる。トラックが重たい、すっげえ重い、マジで重いよ。こんなんで技無理だわ。ただその分安定した走りできるよ。嘘、サーフィン教えてくれんの？車出してもらえるんだったらありがたいんだけどね。車出してもらえるとありがたいんだけど、全然トライしたいっすね。よいしょ。いろんなやったことない遊びをいっぱいやりたい。あ、江ノ島なんだ。じゃあ俺が電車で行けばいいのか、手ぶらで。ウェットスーツとかもないよ。全然やろうよ。板貸してもらえてね、できるんだったら。江ノ島ってでも波なくない？俺千葉出身だから江ノ島って波なかったイメージがあるんだけど。いやー重てー、こんなに重たいと思わなかった。板いっぱいあんだ、マジか。今度じゃあやろうよ、よろず屋さん。これ板って壊れることないよね、普通にさやってもさ、板バキとかなんないよね、大丈夫だよね。え、スケボー元プロなの？マジで？マジで？すげえ。でもあれだよ、乗ったことない初心者だよ俺。まずはさ自分でやってみるよ。プロっているんだね、すごいね。すごっ。へえ、汗が止まるね。すごいよね、元プロのね、板の乗り方見たいよね。いや、あれだよ、俺のリスナーさんいろんなすごい人いて、元女性のリスナーさんで、ダーツの世界プロとかもいたよ。ダーツの世界プロ、あ、世界プロじゃない、ダーツのプロだ、ダーツの日本プロのリスナーさんもいた。いろんなプロがいる。やっぱ配信のプロにはね、いろんなプロ集まるからね。プロにはプロが集まるんだよ。プロリス諸君、熱い、重い。ていうかスケートってこんな高いんだね、高さがこんなあると思わなかった。 B ラビットさん、さっき、あー B ラビットさん、さっき声かけてくれた方ですか。ありがとう、ありがとうございました。ぜひフォローよろしくお願いします。一級の配信者には一級が集う、そうそうそう、プロすごいよね。いやー、やっと着いた、やっと着いたよ。ジュースとタバコだな、とりあえず。暑い、ベッドベト。とりあえず2時間ぐらいやろうか、2時間ぐらいやろう。あ、今黒カーデザインなんだ。すげえな、多彩っすね。この前言ってたよね、カーデザイン。
今度じゃあよろず屋さん江ノ島でサーフィン配信だな。よろず屋さんプレゼンツ。あーもう肩限界。やろうやろう。いつ頃空いてるんすか。土日とかっすか。土日が空いてるんすか。やっぱブレーキってどうやってやるんだろう。ブレーキってガッて踏み込めばいいの板を。土日 OK 了解です。よろず屋さん LINE 交換してたよね。もしよかったら延長無料チケットが欲しいんで花火ください。よろしくお願いします。今キャンペーン中なんで花火お願いします。よろしくお願いします。終わって多分30分で切れちゃうね。お願いします。愛のある花火一発お願いします。着いた中央公園。あっち、お、スケートボードはいっぱい集まってる。やるぞ。いっぱい集まってるわ。とりあえず飲み物買うわ。みんな乗ってる。何飲もうかな。見えてたら手挙げて。見えてたら手挙げてください。 OK、 ヤオさんありがとう。大丈夫ね。はい、どうもどうも、みんなありがとう。まず一服するわ。まずはおタバコ吸ってからね。でさ、スケボー高いの？板普通？高級なの？これ2万円って高い安い？
通かな。いいやつ買えって言われたんだよね。いいやつ買えって言われたんだけど、どうなん？これ高いの？普通か。でも別にそんなに悪いもんじゃないでしょ？乗れる大丈夫大丈夫、乗れる、いけるいける。いけるわ、才能あるな。あで危ねえわ。ブレスレット外すか、指輪と。危ねえなこれ。こんなに危険なものだったのか。危ないね。首輪も外すわ。本当に危ないんだ。靴が肝心なのこれ。マジか。靴買ってねえよ。あ、心配させたな、趣味悪かったな。腰打ったんじゃなくて、今あのガーンって滑ってそこにぶつかった。滑ってこけて。あぶ。怪我気をつけるわ。こんなに危ないんだね。バンズがいいの？靴は。オールスターじゃダメ？オールスター。オールスターダメなの？オールスター。一応スニーカーだよ。ワンズがいいの。DC かバンズ。扁平でグリップ効いたら何でもいいよ、とりあえず。だったらオールスターで多分大丈夫だね。扁平だから。でもみんな何滑ってるよ普通に。まずはやらない。今日の目標は波に乗ること、うん、今日の目標は波に乗ってる感情を出すこと。いくよ。どう、波乗りの感じ出てる？出てる？みんな波乗りの感じ、サーファーみたい。どう乗れてる俺。どう？早い早い早い。ストップストップ。うわ。どうだった？どうだった？どうだった？波感出てた？動画みたいなやつになってた。
どう？暗いか。ちょっと明るいところ行くわ。じゃあ移動しよう。一歩終わり。波乗りはどう？ストリートデビュー。はい、アクセル外したよ。帰ってきたぜ。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあやるか、やるか。みんなオッケー。え？これも外すの？厳しい。そうだね、中国語だね。ちょっと待って、バムフラップも外すわ。バムフラップ外す。あ、外すね。よし、ポケットにはチェーンも外すか。チェーンも外すわ。やってみっか。休憩だ。
初めてにしてはなかなかいいんじゃない。スケボまあ感触はあった、手応えあったよ。すげえ手応え感じた。ちょっともう一回波乗ってくる。今掴んだね、ちょっと。来てるね。いいよ。1回目より2回目の方が手応え感じる。右足で蹴りながら。じゃあ逆に聞くけど、波をキックできますか？逆に波をキックできんのって俺から言わせたら、フィーリングだから。うん、掴んできたね。うん、おう、なんかちょっと手応えあるね。
コンクリートの筋が見える。ラインが読めてきた。頑張れよ。うん、コンクリートの筋がだんだんラインが見えるようになってきたね。ここだなって。タバコ吸うか。休憩入れます。休憩入ります。休憩入れましょう。休憩入ります。休憩入れよう。休憩入れます。休憩だ。休憩。
まあだいぶコツっていうかなんかこうなんかこうやっぱいけるっていうか手応えみたいなのしかないっていうか手応えしか感じない。手応えしか感じない。なんかこうコンクリートのラインが見えてくるし、今日荒いね。ちょっと今日荒い。体調はいいね。でも手応えは感じてる。すねが筋肉痛になるだろうね。なんか体感良くなりそう。あ、もしよかったら延長したいんで花火をお願いします。延長したいんで花火をお願いします。坂道怖い怖い。サーフィンさらにきついんならやめときます。はい、さらにきついんならやめときます。僕からのメッセージは一つです。花火お願いします。どうやったら乗れんだろう。全然動かないな。やり方が分かんねえな。やり方が全然分かんねえ。これどうやってこげばいいの。肘膝当てヘルメット買った方がいい。いやちょっと覚えたいでしょこれは。体力比じゃないの。ハードル高すぎるんだけど。もっとスイスイ、なんか店員さんの口調だってさ、あもう全然誰でも行けますよみたいな、もう全然簡単なんでみたいな、もうちょっと乗ったらコツつかめますよみたいな、そんなノリだったのに。左足を乗せて右足をこぐ。痛い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 。ひねったひねったひねった。
痛い。お腹ぐにゃってなった今。腹筋痛い。お腹痛い。八の字を意識すんの。今はライバル出た。ライバル。うめえな。あ、乗り換えた。くそ。うめえな、女の子。挑発されたわ。負けらんねえぜ。テール踏んでターンの重心遠心力の前。テールって後ろ？テールって後ろ？ああ。雰囲気は掴んできたっつうか、まあ、うん、手応えだけは確かだね。手応えだけは。いける感覚しかないよね。テールは後ろ。後ろに重心かけんの？前6割って言われたよ。前6割、後ろ4割。テールは後ろ。あの、延長したいんで花火ください。どういうこと？これ。どういう風に動くんだ？何がどうなってんの？
前でグリグリすんの。ノーズテール、上半身振ってみようか。いろいろ試そう。全然わかんねえわ。全然わかんねえ。全然わかんねえ。心折れそうだよ。スーって飲むんだ。スーって乗る。スーって乗るよ。つま先倒すと前足かかとに、うん、まい、うん、つま先を倒す。花火ありがとう。コツさんありがとう。フォローもありがとう。盗んでっから目で見て。運動量激しいな。運動量激しいわ。スイスイ滑れんだ。もっと前かがみ OK。
どうだった？今の。バランスが取れないんだって。バランスが。汗止まんねえ、マジで。できた、今できた。良くなってきた。良くなってきた。いや、手怖い。良くなってきた。膝の曲げ良かった。よし、ガンガン成長してる。うわ、怖っ。うわ、今スピードぐん上がった。怖っ。膝痛っ。膝痛え。少しできた。最初より良くなってるでしょ。ああね、そのこれ蹴らなくても進むはずなの。これは蹴らなくても進むはずなんだよ。進まないんだよ、止まってたの。
違うんだよ、これ蹴らなくても進むやつだ。数が切れない。数が切れない。めちゃめちゃきつい。気圧後ろにしてるよ。熱い。めちゃめちゃ汗かいてるよ。めちゃめちゃ汗かいてる。超運動になる。てか膝が痛い。左膝が痛い。これ普通なのかな。膝が痛い。キックする方の足は前足のする方。あ、逆の足だ。うん。逆の足でやってたわ。うん、めちゃめちゃ汗かいてるよ。ほら、めちゃめちゃ汗かいてる。はあ、熱い。めちゃめちゃいい運動になるね。ああ、熱いね。
いいんじゃない、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 来てるね。利き足とこく足の方間違えてたっぽい。ちょっと様になってきたね。向こう側打つそうかな。この暗闇の中駆け抜けてくるわ。オッケー、オッケどう？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 見えない。見えない。どうすればいいんだろう。そんなこと言われても。蹴り足、さっきだって言われたよ。利き足じゃない方って言われたよ。ねえ、めっちゃいい感じだよね。利き足じゃない方でしょ。左足で蹴るんでしょ。左足で。プッシュが普通逆？俺は右足を乗せてて左足で蹴った方が楽。後ろ足で蹴んの？危なくない？なんか前がグネグネしてるから超危ないんだけど、利き足で蹴んの？え、それはさ、え、どういうこと？どういうこと？いや、マジ言って、コンクリ。言っても。ああ、言って、マジで。いや、これ、手つくと危ねえわ。やってみろって。手首いってえ、まずい。や、足の位置は 俺のさっきうまくいった方でやるわ。ていうかさ、もう板が削れてんだけど、これ普通なの？買ったばっかさ、買ったばっかのやつがもう削れてんだけど、それ普通？ね、板がもう削れてんだけど、これ普通？ここ削れてきたんだけど普通？まあ、削れるもんなのか。板なくなっちゃうよ、これ。板なくなっちゃうよ、だってこのままいったら。普通か。
なうまいな。あっちへ。あ、延長したいんで花火お願いします。延長したいって言ってえな。延長したいんで花火お願いします。お願いします。延長よろしくお願いします。花火ください。お願いします。ありがとうございます。いや、めっちゃ汗いいガスかいてる。はあ、暑い。花火お願いします。延長できないんで花火お願いします。かわいい。花火よろしくお願いします。あともうちょっとで枠切れちゃうんで花火お願いします。滑れるようになってきた。でもね、本当は止まらないはずなんだよね。動画とか見ると永遠と焦げるはずなんだけど、なんか俺止まっちゃうんだよ。延長なしで終了 OK。 わかりました。残念です。マンスリー上位はほぼ風合わせ。ありがとう。花火お願いします。暑いね。花火お願いします。結構楽しくなってきたんだけど。足逆？
だってこっちの方がこけないんだもん。こっちの方が転ばないで安定するんだって。さっき危なかったの。その方が安定すんだよ。あっち。そう、一応逆なんだ。やりやすいね。なんでなんだろう。なんかかかとから乗せるのが怖い。後ろ足から乗せるのが。こっち側だと前足から乗せられるから。初見さんいらっしゃい、フォローよろしくね。フォローよろしく。できた教えてもらった。できた優しい、教えてくれた。重心が低かったんだって。
その蹴るところの重心が違うからずれてて、左足を前でもっと前だって。そうそうそう、重心をもっと前にシフトウェイトしろっていやーすげえ楽になった乗るのが、うん、あ、すげえ速くなった。すげえ疲れる。楽しい。面白い面白い、すげえ面白い。乗り方覚えるとめっちゃ楽しい。急に楽しくなった。チャース。超楽しいよスピード乗ると。あとスピードがある程度乗ってくるとコントロールがしやすくなる。だね、多分俺スピードが足んなかったんだと思う。俺に足りないのはスピードだったね。今ならいける気がする。オッケーオッケー、前のめり気味ね。楽しいこれ。これ仲間とやりたいね。仲間とやりたい。自然とついてくるもんなのかな。楽しいよこれ、すげえ楽しい。うん、膝が痛いね、もう膝が痛い。危ねえ。
疲れる、これめちゃめちゃ汗かくわ。うまくなってる？重心が前だとね、そう、舵取りがね、右とか左に行きやすい。うん、いいね、全然やりやすい、超楽しいよ、覚えるとすげえ楽しい。暑いけどね。遠くに見えるようにちょっとホワイトバランス上げようか。これで見えんじゃないの？ちょっと見やすくなったんじゃん、奥の方。いいやつ書いてるよ。奥の方見やすくなった？見やすくなった？見やすい？見やすくなった？ちょっと白飛びしちゃってるけどごめんね。すげえ楽しいよ。すごく良くなってる？
神っすか。あとさ、前のタイヤがぐにゃぐにゃ動くタイプだから蹴り出しが怖いね、やっぱり蹴り出しがすげえ怖い。疲れる、暑い。うまくなった、はあ、急な坂の怪我する。いや、俺ここで練習するよ。うん、もうあと10分ぐらいやろうか。蹴るのが、その前のタイヤぐにゃぐにゃなの、こう沈むから足ぐねるんだよね。重心間違えて、おっさんにはきついって。ああ、おっさんにはきついって。おっさん転ぶの、おっさんきついって。うん、きついって。おっさんになってから転ぶのはきつい。いや、肩バーン打った。きついって。うん、我慢できそうだけど、さっきのと含めて、きつかったね。ロングは足広めの方がいい。ありがとうございます。あ、痛かった。今の2回目。無理しない。でも楽しい、楽しい、すげえ楽しい。奥まで見えるようになった光。奥まで見えるようになった、みんな。一応ちょっと画質は変だけど、一応明るくしたんだけど、どう？いってー、今の。いや、折れてない、折れてない、大丈夫。コントラスト。これでどうだろう。これで少し見やすくなるかな。奥まで見えるようになった。オッケー。いってー、今の。おやすみ。じゃあ残り9分で今日は お休みです。お疲れ様です。みんなありがとう。スケボーはね、こういうやつ、こういうやつ、フィッシュテールのこう手持ちがついてるやつ、重たい。ああ、様になってる。トマトさん、ありがとうね。あと9分で終わりです。滑りながら掴むところなんだ、これ。うん、初めて、生まれて初めてやったよ。うん、お疲れね。面白い。
いい感じ、面白い、すごい。はあ、はあ、オーフランボルギーニだ、はあ、滑り出しは低くしてみた方がいい。 OK、 こんな感じ、こんな感じ、いや、パソコン持ちだから帰らないよ。すげえ楽しい、覚えるとこれ。お疲れ様。あっつ。嘘。ここ。軌道に乗ったら姿勢を直す。なるほど。低い方が安定するね、確かに。こういうことか、こういうこと、この今みたいな感じで、うん、最初低く立ち上がる感じだ。いいね、楽しいね、スポーツいいね、めっちゃ気持ちいい。みんなで一緒にやりたいね、スケボー。お疲れ、ありがとうね。もしよかったらフォローをしてください。お疲れ様です。お疲れ様、みんなありがとう。お疲れ、上手くなってる、超楽しいんだけど。面白い、めちゃめちゃ名探偵コナンみたい。いや、イメトレの会あったね。みんなありがとう、教えてくれて。お疲れー。
ふぅ、お疲れ。グリグリだね。ちょっと今日グリグリできなかったけど、またやろうと思います。お疲れ。疲れた。バイバーイ。おやすみ。おやすみなさい。あっつ、あっつ、超汗。初めて買った、初めてやった。はぁ、お疲れちゃん。あ、疲れた。おやすみ。おやすみ。バイバイ。うん。楽しい。今歌舞伎じゃないよ。お疲れ。みんなフォローしてね。楽しいな。うい、頑張るよ。ありがとうね。フォローよろしく。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。